お元気ですか？ボクシビでございます。今回は BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2024の開封動画でございます。去年はですね、これで、大当たりの直筆サインカードを引きました、ね、2024年度版もね、いい選手の直筆サインカードが出るのが楽しみでございます。こちらはワンボックス18パック入りで1パック6枚入りでございます。前編後編9パックずつ開封していきたいと思います。まずは前編の9パック開封していきたいと思います。それでは前編の9パック開封していきたいと思います。まずは、1パック目でございます。ドローンレースの犬飼咲さんでございます。で、阪神の、佐藤輝明内野手のキラでございます。卓球の、こちら伊藤美誠選手のカードでございます。パラ競泳の鈴木隆行選手でございます。ヤクルトの小川泰弘投手でございます。で、バスケットの桜井亮太選手でございます。2袋目でございます。レスリングの文田健一郎選手でございます。で、カーリングの西室純子さんでございます。で、これはパルクールですかね、朝倉聖選手でございます。で、元日本ハムの稲葉篤紀外野手でございます。現在はね、日本ハムの二軍監督を務めております。カーリングの西室純子選手の、キラーでございます。バドミントンの山口茜選手でございます。3袋目でございます。阪神の佐藤輝明内野手でございます。バドミントンの、バスケットボールの、浅山翔吾選手でございます。元ソフトバンクの小久保裕紀内野手でございます。現在はね、ソフトバンクの、監督を務めております。ヤクルトの村上、宗隆内野手のキラでございます。弓道の葛城美咲選手でございます。ポーカーの岡本椎名さんでございます。4袋目でございます。中日の岡林勇樹外野手でございます。フェンシングの江村美咲選手でございます。
で、陸上競技の池田向希選手でございます。で、元ソフトバンクホークスの松田信弘内野手のキラでございます。徳田慎之介選手でございます。ハンドボールでございます。で、ラグビーの堀江翔太選手でございます。5袋目でございます。ボクシングの原田修大選手でございます。バドミントンの東野有紗選手でございます。柔道の阿部一二三選手でございます。で、ラグビーの田中文明選手のキラでございます。広島カープの、秋山翔吾外野手でございます。同じく広島カープの菊池涼介内野手でございます。6袋目でございます。柔道の曽根明選手でございます。で、阪神の佐藤輝明内野手でございます。アーチェリーの古川隆晴選手でございます。で、ヤクルトの村上宗隆内野手でございます。で、フェイシングの加納光輝選手でございます。キラでございます。で、空手の植草歩美選手でございます。7袋目でございます。バレーボールの大山かな選手でございます。こちらでございます。レスリングの文田健一郎選手でございます。あ、ごめんなさい。で、文田健一郎選手ね、こちらでございます。で、先ほどはね、ボクシングの井上尚弥選手でございます。失礼いたしました。卓球の早田ひな選手でございます。競泳の本田灯選手でございます。これキラでございます。で、読売巨人軍の坂本隼人内野手でございます。8袋目でございます。プロ野球ですね、岡本和真内野手の、キラでございます。東京読売巨人軍でございます。ラグビーの田中文明選手でございます。で、こちらがですね、バドミントンの東野有紗選手と渡辺裕太選手のカードでございます。源田壮介内野手でございます。埼玉西武ライオンズでございます。で、これは競泳ですね、大橋悠依選手でございます。で、カーリングの金井明日香選手でございます。ラストの9パック目でございます。
セーリングの吉岡美穂選手でございます。柔道の阿部詩選手でございます。プロ野球中日ドラゴンズの大野雄大投手の木田でございます。で競泳の、本田灯選手でございます。てかスーパー B カードですね、プロ野球東京ヤクルトスワローズの山田哲人選手のこれカードでございます。で最後は、オリックスバファローズの宮城大弥投手でございます。はい、直筆サインカードは出ませんでしたが、後編に期待してください。はい、以上でございます。以上で BBM スポーツトレーディングカードインフィニティ2024の開封動画全編9パック終わりたいと思います。先ほど、申した通り後編の9パックもやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。